秘宝中川隼人。中川は来年再来年鳴尾浜の正捕手や、3年後にセカンドキャッチャー、27年から生徒手で、これでも24歳で若すぎるくらいやからな。FA で大城取るの。巨人の主力選手取ってもええんかな、ええならもらおう。取りたくても梅野坂本放出しないと、大城本人が来ないやろ。梅野坂本切って大城栄中川の三人体制で行こうか。大城取ったら中川の強みがなくなるね。坂本バックアップの中川強化指定か大城固定か。FA するなら、大城はスタメン確約レベルを一番の条件にしてそう。大城なら広い甲子園でも2割6分5厘、8本くらい打つやろ。坂本はバックアップやな。中川はこないだフェニックスに復帰したけど身体弱すぎてな。大城100、坂本30、栄田13、これがええな。さすがにそれやと坂本出ていくわ。巨人から FA で出てく前提が妄想、大山も同じだけどね。大城は FA したらいろんなとこから声はかかるだろうけど、セリーグより DHRパの方が合うんじゃないかな。